こんにちは、柴戸です。今回はギターのパーツを変えたらどれぐらい音が変わるのか第2弾ということで、第2弾はこのストラトタイプに乗っかっているスプリングを交換してみたいと思います。第1弾はですね、このペグを通常のペグからロックペグに交換した音の違いをお聞きいただきました。で、第2弾はスプリングの交換ということで、これに乗っかっていたスプリングからこちらローヴィンテージのスプリングに交換いたしました。まあ、このローヴィンテージのスプリングはですね、もともとヴィンテージギターを使っている人向けにスプリングが古くなってきてるけど交換したらサウンドが変わっちゃうんじゃないかっていうね、ちょっとその辺の怖さをこのローヴィンテージのスプリングは解消してくれると。ヴィンテージのスプリングは現行のものよりも 0.8 ミリほど太いと。重量が増すことにより太くコシのある音と良いリバーブ感を出してくれると。ヴィンテージのリプレイスメントパーツとしても使用可能ですが、ヴィンテージを所有しない方もより本物に近いその性能を堪能できることでしょうと。というふうな感じでですね、これもね、大層なギターではないんですけれども、スプリング交換いたしました。この後交換前と交換後をお聞きいただくんですけれども、まあ、僕のね、使ってみた感想としてはね、やっぱね、結構変わりました。どういったところが変わったかというと、このね、本文にあった通り、コシのあるサウンドになるっていうのが、まあ、一番ね、しっくりくる言い方かなと。この前段階でペグ交換した時は、かなり硬い感じで、タイトな印象になったんですけれども、そこに今度コシが加わったようなイメージですね。まあ、捉えようによってはペグを交換した時にちょっとジャキッとした感じが増したんですけれども、そこに腰がこうコーティングされたので若干邪気は減るんですけれども、太さが出ていると。一音一音の存在感は非常に強くなった印象です。まあね、これも好みがあるかと思うんですけれども、まあぜひぜひですね、音をお聞きいただいて、まあ皆様の参考になったらなというところでございます。